はい、おはこんばんにちは。ゲーム実況をしております、穂村と申します。今日もよろしくお願いします。はい。じゃあ今日はですね、スカウトの方をちょっとやっていこうと思います。まあ前回の動画でも、まあちょっとあゆりちゃんが欲しくてですね、まあ10連だけ、まあ優勝10連だけ回してましたという動画を多分出したと思うんですけど、まあ我慢しようとは思ったんですよ。まあ一応単発ガチャもちょっと何回か引いて、あれからだから10連分単発ガチャでかな、ちょっとちょびちょび回してたんですよね。1日2回とか、無料のガチャとかあったんで、パスポートとかで。ただですね、やっぱりまあゲットしに完全に行くっていうのはないんですけれども、まあせっかくここまで来たなら1天井分ぐらい回したいなっていうところがありましてですね、まあイベントもあとね、今日18日のもうそろそろね0時になる時間なんであれですけど、あと2日しかないんで、もったいない気はするんですけれども、まあそういう問題でもないんで、まあちょっとねだらだら喋っててもあれなんで、まあ星5なんでね、なかなかね出てこないと思うんですけれども、今日は一応30連無料無償分ですね、まあ30連分引いて、であとはこっちですね60貯まるんで回して出せればいいかなってところでやっていきたいと思います。はい、すごいな、降りてきたらキャラ3人中3体とも来たぞ全然お、あれ、おお、新衣装だったんだ。ちょっと見た目だけじゃ分かんなかった。おお、よかったよかった。ほのみちゃんね、むつみちゃんかわいいよねだけど違うんだよね、今回欲しいやつは。じゃあここでもう一回引きましょう。じゃあ20連目いきます。今回も一応降りてきたキャラは出てきてくれましたね。麦ちゃんみたいな眉毛してる子ですよね。そうか、被験か。やっぱり 1% の壁はでかいか。じゃあ30連目いきます。
お願い。お、そなたがいたぞ今。あ、ていうかなんかでっかいやついる後ろにでっかいやついる。え、今思ったんですけど、あれあゆりちゃんじゃない？ん？え、なんか今ふと思ったんだけど、黒髪に赤い紐のやつってあれってあゆりちゃんではない？あ、そのあた来たし、え、ちょっと待って、なんかあゆりちゃん臭い気がするんだけど、俺の気のせい？あゆりちゃんじゃなかったとしたら誰なんだろう、あれ。え、まさか違ったミサだったもう誰、もう誰か分かんなかったごめんなさい、間違えてしまってすいません。ミサちゃんですね。で、そなたが来てくれたと。いやー、かわいいなそなた、本当に。じゃないんだよないや、2人とも嬉しいんだけどな、来てくれたことと同時代は。っていうか、もうまた今回もあれだな、なんか前回もあれだったような気がするんだけど。というわけで、1天井の間に今回の対象のピックアップというか特攻は4人手に入りましたね、あゆりちゃん以外。まあやっぱり 1% っていうのは結構きついんすね。よく身に染みて分かりました。やっぱ星5になってるキャラを狙うっていうのは、まあ天井狙い、完全なあの180連分っていうのかな、まあ優勝だと90連分かな、あ、合ってるかなまあそれぐらいの覚悟を持って回さないといけないっていうことが、まあ今回は分かりましたね。はい、まあこれで出てくれることを祈りましょう。いきます。今分かった、あゆりちゃんのこういう感じね。多分あゆりちゃんが今一番最後の方に出てきた右上にいた多分子だな。分かった、まあ次から多分引くとしたら間違いないとは思うけど。お願い、違うこれミサちゃんでしょ確か。あれ、でもさっきあれだったかな、ですよね。さすがにね、やっぱでけえな、壁がでけえ。まあ、そうっすね、あゆりちゃんゲットのためにあと回すかどうかは、はい、悩んどきますあとは確か交換も最終日とかだっけ、できるんですよね、おそらくはですけど。確かチケットでできたような気がするんで、まあドリームチケットがあればちょっとそれで交換できればいいかなと思います。はい、まあ次のイベントのまあガチャですかね。でちょっとマレちゃんとかが出てくるみたいなんで、ちょっとマレちゃんはマジで欲しいんで、まあ衣装のあの見た目上、はい、まあちょっとそっちの方に石を取っておきたい気持ちもあるんで、はい。というわけで、まあ特攻4人出てきてくれたんで、まあアーチェハイの方はちょっといっぱい回そうかなと思います。あと残り2日間頑張ってはい、じゃあ今日はこのとこで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。